あ、どうも皆さんこんにちは。前回ですね、業務スーパーにお米がすっからかんですっていう動画を投稿しました。でその後にですね、地震があって、買い占めがあって、動画の趣旨とはちょっと違う方向に行ってしまったんですけど、現在ですね、さらに状況が悪化します。前回は業務スーパー、ないんですけど、無洗米が転がってたりカルロースが転がってたりしたんですけど、今両方ないで、これ OK なんですけど、 OK はね言ってないんでちょっとわかんないんですけどね、前回イオンね、お米ありました。この横の棚一番見やすいところにお米山積みだったんですよ。前回はね、8月7日だから、2週間前まではね、山積みになるくらいお米あったんですよ。で、その時もちょっと怪しいなと思って、自転車にね、くくりつけて持って帰ってきたって言ったんですけど、今ね、イオン行ってきたの、ついさっきね。もうない、米が。お米がなんか別のものに変わっちゃってた。餅とか、お吸い物とか、そうめんとか、冷麦とかになっちゃってて、もうゼロね。イオンでもないかと、ビビりました。じゃあどこにあるんだろうね。埼玉ですけどね。あ、遅くなりましたけど、アーバンシティ埼玉です。マリー・アントワネットは言いました。お米がないならそうめんを食べればいいじゃない。いや、そうめんはちょっとさ、ちょっと話それるんだけど、ここそうめんで埋めるよりもパスタの方がいいと思う。パスタとパスタソース。だって毎日そうめんは無理でしょ。毎日パスタはね、ソース変えればいけるけど、毎日餅、あとこれ麦ね、真ん中。注意書きはですね、これ前回の私の動画の趣旨なんですけど、猛暑によって米の供給が不安定になってますって書いてありますね。その地震の買い占めの影響もあったかもしれないし、ダブルパンチによる買い占めの影響もあるかもしれませんけど、基本的には、店長が言ってる通り、猛暑っていうことなんでしょう。その多少のね、供給絞ってる人もいるのかもしれませんけど、それは軽微だと思いますよ。というわけで、新米もう、西の方は始まってるらしいんですけど、新米が出てきたからといって値段はすぐには下がらない気がしますね。どうしようかなって感じですね。高くてもいいけど買うかすらできない状態ですからね。